こんにちは、土の子です。今日は10月15日バチルルセンター無料プレイまだあるよ。いきます。今日はハロウィンポケモン台取っていきましょう。さあ、この EV 台はザイさん、アラレさん、そしてイブチャンネルさんに、ゲーム大好きさんが教えてくれてます。ほとんどの人はね、 EV の右側に爆弾を置いて、まあ、プレイしてるみたいですけど、どうしてもね5手ぐらいかかってしまうみたいで、ゲーム大好きさんはね、EV の左側に爆弾を置いて、1手目に EV と、右側の不安手が落ちてくれたよと言って、それで3手コンプできたみたいなんで、今回はねそれを狙っていこうかな。 EV の上に転がして、おそらく爆発させるのは EV の左上そして放物線を描いて不安手に落ちていくという、おそらくやり方。いきましょう。 EV の左上に落とします。どうだ。うわー、そっちに落ちちゃったあ、でもねこれで EV が下に落ちたので、あとはバケッチャエーフィーがこれで落ちてくれたら美味しいんだけど。よいしょ、いけ、コロコロ。あー、やっぱり EV がこっち側に落ちちゃったら結構手数かかりそう。はい、不安定とバケッチャゲットです。おしゃれプレイは練習台の後で。今日の練習キャッチャーはプーニャエースですね。リスっぽい妖怪はダリス。取りつかれるとダルサでやる気ゼロに。じゃ練習スタート。さあ行こうか。まずはこのパンダさんを取って、グッと、いけいけ、挟まってね確かね。よしよし、オッケーでしょう。今回は、揺らし使えないので地道に取っていきます。いや、あららららららあららららららちょっとしっかり真ん中を取りつつダメだこれ、真ん中狙ったらダメだ。みんな注意してねこれ ヘビを狙おうか。うーわー、完全にドツボにはまったもう押し出して、左は行ったよね。ちょっと全然参考にならないプレイだったな。やっぱりフーニャエース飛ぶんだね。4枚、ふん、はい、1プレイ無料ですね。さあこれでブラッキーがちゃんと動いてくれたらいいんだけど、がっちり挟まってないよね。頼むぜ。うわ、マジかよこれは EV の横に置いていかなきゃいけない。これちょっと手数かかるな、やべえ。おしゃれプレイいっちゃうよ。まさかこんな罠が仕掛けられてるなんて。揺らしてもしょうがないよね。ちょっと揺らしも関係なさそう。もう EV の横に置くしかないかな。あーあー、これ手数かかるわやーべえ、どうしよう。おい、落として、ああ、まあこれで落ちる形にはなりましたね。ただむっちゃくちゃ手数かかりましたこれ。ああ、やっちった。EV が落ちたとこまでは良かったんだけどな。壁にコン、よし、なんてかかったんだろう。7手かかりましたひで。さあ今日はこのルピー台でちょっとルピー取っていこうか。これカズマくんが教えてくれてますね。ルーと落としてノリ付けを外しながら、おいおー、なるほどなるほど、おな、なかなか、おー、なかなかいいね、いいじゃないはい、今日はねブラッキーエイフィー、EV のねハロウィン台やってみましたけど、まあ難しかった。 EV が本当にきつかった。はい、それじゃあ今日のミバスコーナー行ってみましょう。相崎優ちゃんの天気予報、明日は全国的なサンダーに注意。
スーパースターとかキラーを使えば平気っすよ。マリオカート的な意味で無敵状態になるってこと。無敵状態みたいなねシステムがあればいいのに。はい、今日はねここら辺で終わると思います。今日は練習台をねちょっと大失敗してしまって全然参考にならなかったんですけど、本番台も、EV がねあそこで右に落ちてくれてたら本当に早く、コンプできたんじゃないかなと思います。 EV が左側に落ちてしまったのでブラッキーと EV の壁ができてね、あそこで2手使ってしまったのがねやっぱり手数が莫大にかかってしまった要因かな。あそこでもうすぐにねイーブ左に落としてからちょっとずつ落とせばまあ5手6手5手みたいな感じでコンプできたんじゃないかなと思います。ということで皆さんはイーブが左に落ちたらちょっと注意してね。ということで明日もね楽しくバツ取っていこうと思うので、よかったらまた明日も見てください。それじゃあ土の子でした。